こんにちは、三兄弟次郎です。この電動ドライバーと電動ノコギリを買ったので、ちょっとあれやぞ、静かにして。うん、買ったので、これね、屋根を日曜大工しました。まあこんな具合になってますね。これはあの2階のあのベランダの下をね、この物干し、洗濯を干すためのこのね、こうサンルームみたいにしました。まあこれをすることによって、雨風が吹いても、まあ洗濯物が濡れないようにした感じですね。通常こっちに、ちゃんとした、洗濯干し場あるんですけども、このね、そこだけではちょっと足りない時があるので、で、このね、この物置とこの洗濯干しの間がこう少し隙間があったので、ここをね、少し屋根をつけて、その下に、タイヤを2セット置いてます。そしてついでにね、自転車もここに置いておけばね、勝手口から出ても邪魔にならないかなというね。そして洗濯が干せると。で、もう一つメインのこっちの屋根ですけどもね、本当はこの後ろにあのタイヤを2セット置いて、ね、雨とか雪がこう当たらないようにする予定の、屋根だったんですけども、こうね、傾斜が結構あるのでね、雪の影響があまり受けないという、そういった感じになってます。まあここ下はちょっと空いてるんですけども、まあなぜ空いてるかというと、このね、波板があのあんまり長いとあの高いので、ね、このサイズでやめておきました。そして驚くべきことに、この屋根ですけども開閉します。こうね、こういう具合になるんです。まあちょっとやってみますかね。はい、ちょっとどいて。はい、よし、行くぞ。お、危ねえぞ、危ねえぞ。危ない。これ取ったらあかん、取ったらね。こんな感じでね、ダイバーのね、よし、こんな感じになります。でこっちのね、洗濯干し場の屋根よりだいぶね、出てるでしょ。こっちだいたいこっちが 1.8 メーターぐらいあるんですけど、もう2メーター、まあ、40ぐらい行ってますね、これね。この屋根のところから、これはもう雪の日はあのできないですけども、必要な時、まあここで何か作業とかしようと思った時に、こうね、屋根をこうして作業ができると。ここをもうちょっとこう高くすれば、もうちょっといい感じになるんですけども、まあこれはね、簡易的に置いただけなので、固定しようと思ったらもうちょっと重しをした方がね、まあ風のきつい日はもうこういうことはしないんですけども、もしね、まあこの状態でずっとやるのはちょっと危険かなと思うので、たまにしかしないことにしようと思います。こういうしたら食べない。こういうしたら。
いい感じだ。乾杯。乾杯。はい。ということで、こういったね、日曜大工をしました。では、また。